油圧だとか振動技術、これをまあ活用したらどんな良いものができるのかっていうものをキャンピングカーを対象としてそれを具現化するようなプロジェクトになります。伸びている分野というのは何かというところで、キャンピングカーというところに行き着いたというところがあります。車高調整技術というのは、油圧のシリンダーを使って実施しているんですけども、それにタブレットのような無線の誰でも手軽にできるような技術と組み合わせてダイナを作っています。デュトロにはですね、セミアクティブサスペンションが搭載されておりまして、これによって走安性と乗り心地の両立ということで、主に走行性能面の技術が搭載されております。車体をフラットに保つことと、サスペンションをロックして荷台でくつろぐときに揺れないようにする、この2つの機能が僕の推しポイントですね。車高が上がる下がるというところでキャンピングカーとしてメリットが出るというところを注目していただきたいです。こういう使われ方もあるのかとか、こういうのもいいねみたいな、そういうのをいろいろこう話し合うっていうところで新しい発見があったかなというふうに思っております。部品が発熱しないこととか発火しないこと、発煙しないことっていうのを大前提として設計を行うので、そこの安全面の設計っていうのはこだわりを持ってやっています。正解不正解は分からないですけど、自分たちがいいと思ったものを作れるっていうのが一番魅力的なところだと思います。ゼロから作ってるものが形になって動くところを見るっていうのがやっぱり一番の喜びかなと思います。自分の作ったものが展示場に並んで、お買い物やるなって言われるのが、どういうふうにみんな見てるのかなっていうのが楽しみでもありますけども。カヤバオールハンズ、カヤバのすべてを世界に生かせ。